はこの9時30分の船に乗船します。なかなかさ、来ようと思わんと来れんとこやね。これ目的ですかね。そうそう、それがなければもうね、来るようなことないよね、うん、これはなんか新しいよ。平成の色、うん、全然綺麗。平成の母、選挙区をね、うん、打開しようとして、うん、特攻兵を全国から志願、うん、募集をかけました、うん、そしたらその特攻隊になりたいって人は全国から集まってきて、え、結構集まったの？うん、結構集まったみたいよ。で、ここに集めて、うん、その人間魚雷を、うん、そのやるための訓練、訓練基地、訓練所もあったんだ。ここで訓練する。あ、そうここで訓練？うん。ものすごい操縦が難しいんだ。うん。うん。で、基地はあとやけ。ただの魚雷なのに、うん、人が乗るんやから。うん。基地跡ってこっちになっとるよ。こっち？だからなんか、その窓もない、なんもない潜望鏡だけ。うん。で、発射角度とかも自分で決めながら、うん、もう3日目っぽく進んでいくみたいな。あれ？うん、あれが、あれやね、発射の後だな、うん、長崎にもあった、あんなん。あれは怖いな。へぇ、怖い人間ぐらいの気持ち。なんか、本当にいっぱいおる。ゴキブリに見える。うわ、壁におるやんねん。いっぱい。わ、スカンスカンスカン。うわー、キモい。怖い。あ、すごいすごい、ほら。なんで？訓練トンネル。工場と基地を結ぶ。うん。へー。え、当時の、うん、ママ、まあまあ、いや、なんて、ちょっと待って、
虫がおる。虫を取っとった方がいいじゃん。いやいやいや、本当に気持ち悪いけん、これ。めっちゃおるの、これ。ちょっと待って、これ。いやー、やめにって、そんなこと。ちょっと。いや、これ中にもおるよ。あ、怖い。でかいよ。でかい、真ん中通る。呼ばんでいいし。あ、怖いね。ポタッとこう落ちてきたらね、やばいね。カニ？いろんなもんがおるね。こ、なんか声が響くな、これ。なんか風の音？すごい音がする。うん。まあトンネルとかほら冷気が溜まりやすいけんね。わあ、でもなんかすごい雰囲気、ここ。うわ、なかなかいい。うわ、ちょっと待って、眺めがいいけどやばい、怖い。いっぱいおる、いっぱいおる、いっぱいおる。ちょっとあっち行こう。怖い、もう怖い、やめてって放射線がある。あ、この声が響いとったんか。若い人いっぱいおったっちゃね。若者ばっかり。うん。運転して、優秀な生徒の人から次々に出撃させようと。へえ、なんか自らね、自ら志願して。親は泣くよ。ね、本当や。でもお国のためやもんね。潜水艦から乗ったまま沈んで、え、で出撃命令が出たら逃げ離して、それでパイアドにする。え、すごいね。人間魚雷。これの隊員に選ばれたら喜びよくない？え、喜ぶの？誇りに思うみたいな。今平和やね。あ、ここか。ここで訓練、訓練来ちゃう。ここで。ここでちゃんと発射して、狙った深さと狙った速度で。昭和14年。ここはもともと魚雷の発射試験場やったのか。へえ。その19年に、その魚雷を改造して人が乗れるようにしたの。皆さんの目の前に見えるのが人間魚雷回転の発射場跡。人間魚雷回転は太平洋戦争末期。わあ、でもよう残っとるね。すごい。え、これじゃスウォーナだ？違うの？スウォーナだじゃないの？なんか釣れるんかな？自分の人もおるんや。うん、ほんでや。
かね、綺麗な形で残ってる。うん、残ってる。すごい状態がいいね。ね、海の近くで。本当やね。でもコンクリート意外に丈夫やけど。これ、あ、上から？そうやろね。あ、こっちはね。じゃないと。まあ、観光地にね、なってるわけですよ。これ綺麗に吊り下げて人乗ってるね。これすごいね。これ このこう航路通りに、うん、目隠しで走れるかどうかなんや。目隠し？目隠しだって何も見えんねや。うん。鉄道勘探の中で。だけど勘で行かないけんってこと？勘じゃないんだけど。え、何？磁石を見ながら、振動計を見ながら、うんうん、時計で速度と、え、すごい。時間で今どこまで行ってっていうので、じゃあ右に何度曲がってと。じゃあ、ボンクラにはできんやん。誰もよ。で、エリートしか無理ってことだ。もちろんそう。ね、選ばれる人はエリートやったった。うん。ね。とんでもないよ。うん。で最初は、停泊してる船に対しての攻撃やったけ、比較的うまくいったけ、うん、その後半はもう動きよる、うん、船に対しての攻撃やけ、ものすごく難しい。だけど志願しても誰でもが慣れたわけじゃないってことやね。うん、成績の優秀な人から先に、うん。だけ選ばれたら喜んどったった。そうそうそう。ね、言いながらだけど、うん。でもなかったと思うけど、うん。あの、これ、実戦より訓練で死んだ人が、はるかに多い。訓練で亡くなった人が多いの？すごい訓練やったっちゃろうね。次はね、この奥に記念館があるんだって。そっちに行ってみよう。え、これ、ここって草だらけやん。え、これ学校やってんの？現実貯蔵庫とか、あの変電所とか、え、そういうのは、その、回転の違った時のもん。まんま。え、じゃあ昭和初期？で、ここの階段とか。ここが整備工場。え、すごいね。そのまま残っとるった。で、これが小学校に。小学校これ、多分、もうやってないとかいいな。なんか、草がすごくって。やっとらんやろ。ねえ。うわ、長い。レプリカだけど、これ長いね。魚雷は本当はこの太さだった。
ここから不足した人間の脳に。これ、なんか土下になっとっちゃろう。このハッチから入ってる。ここが入り口で、これに3人乗るっちゃろ。あ、一人で乗るの？ここが爆弾。ここ先っちょが爆弾。でかっ。これで突っ込んでいくの？ドア開けて、うん、マスを降りてここにこう座って、うん、下からの映像。下？潜水艦に突っ込んでる下から入って、うん、これが入っとったった、うん、これはでも他のドライブ。あ、他のやつ。種類がいっぱいあるの？これはもう世界の、うん、これが一番すごいやつ。超老舗製品。戦後までわからなかったです。へぇー。あとが見える。うん。酸素と醤油混ぜて混合してる。すごいね。日本軍ですごいの作っとったじゃない。うん、これが780kg の爆薬サイズの2倍にしてる。うん、よし、うん、これが何だ。へぇー。上から見るように、撃たれたかどうかもわからない。そんな技術が当時あったのがすごい。それは日本にしかなかった。日本軍すごいね、本当に。今、映画が残ってます。え、この中で一人ぼっちで？当たるか当たらんかも、だから、当たる瞬間が。当たる瞬間までわからん。時計見ながら3秒で当たるはずと思って、当たらんかったらがっくり切れる、うん、確かにレバーがあるね、起爆レバー。うん、ハンドルをね、すごいね、でも、うん、普通に使ったら自然体感で爆発する。うん、そのハンドルのとこ、うん、うん、自爆？自爆みたいな。うん。さあ、ちょっと島歩いてみましょうか。船の出る時間もあるんで、港の近くだけ
家の奥が住宅が固まっとんのかな。あ、違う、結構家がある。石垣が、結構ね、石垣が多いね。あそこお釜みたいなんかある。あ、ここに売店がある。購買部。空き家も多いとかな。結構家自体の作りも古いし。すごいね、石垣ここ。階段で上まで行ける。ここもだ。あ、もう廃墟やね。ちょっとすごい。なんかね、どこまでもこの石段でつながっとる。でも多分住んでなさそう。喉か。すごいね、ここも。ああ、畑は使われとるけど。すごいよね、これ。これ屋根。めっちゃすごいことになっとる。ちょっとでもね、船の時間もあるから、お口に行くのはやめとこう。なんか祠っぽいのがいっぱいあるね。漁業とかやっぱりやったけど、海の神様かな。さあ、あの船で戻ります。